練習チャンネル。なんか結論何すれば痩せるのかっていうのを話してもらうのが一番もしかしたら重要あるかもしれない。ああ確かに。あ、ね、そうね、この動画あれなの、ダイエット募集動画、美容チャンネルだから、これ美容チャンネル、美容チャンネルだったんですか。美容チャンネル、そうでもお金の話しなきゃいけないと思ったんですけどね。まあ、とはいえなんか痩せる話だけという問題はなかなかなので、はいはい、実際のお金回りなんかを聞いていきたいなと思っているんですけど、はい、今まで医者の方って多分3名ぐらい出ていただいてるんですけど、救急の方と精神科医の方と、はい、あと美容整形のドラゴン細井さんという方が出ていただいていて、はいはいはい、なのでちょっと今回また開業医のお金回りっていうのを聞いていきたいんですけど、実際どうなんですか。一般的なじゃあ開業医の話をしますね、はい、開業医の方はやっぱりですね、節税がすごくできるので、訪問診療とかしたら車とかも全部経費になるので、うん、なんで実際の年収は多分 2,3,000万ぐらいの方がほとんどだと思いますね、うんうん、開業の方って法人を立てて役員報酬みたいな形で 2,3,000万とかを受け取ってらっしゃるんですか、はい、そういうタイプの先生もやっぱり長いと多いですし、だからその 2,3,000万ほぼ使わない 2,3,000万みたいな形ですよね、うんうん、であと生活経費とか、まあ、自宅と一緒にやってる先生とかも多いので、うん、そこら辺はかなり経費できて、だからだいたい2000万ぐらい税率抑えめで受け取って貯金しておいたり投資に回す先生が多いかなと思いますね、うんうん、もう分かりますね。でもそれは個人の間から、あとは会社への、そう、会社の利益が一番大事ですからね。会社の利益的にはだいたいですね、うん、開業の先生の売り上げで、うん、まあ、平均的にはだいたい5000万から8000万ぐらい売り上げてる先生が多いかなという印象がありますね、うんうん、そっから家賃と人件費と医療のなんか仕入れとかそういうのが発生するんですね。引いてみたいな。ちなみにですね、美容クリニックの開業の先生だと1ヶ月 2,3000 万ぐらい稼いでる先生がやっぱり多いと思いますね。売上で全然違くないですか。10倍ぐらい違う。そうです、自由診療はだいたいだから年商 2,3 億ぐらいの先生が多くて、なんで、まあ、もちろん 2,000 万ぐらい役員報酬と医療法人にも残ってしまう、うん、残ってしまいますね。それは保険診療が 5,000 から8,000 ぐらいですね。精神科とかだと毎月上がっても5、600万ぐらいなんですよ。でもやっぱ儲かります、うん、開業するためには結構ハードル高いんですか。それ面白い質問来ましたね、うん、開業医の先生って大体ですね9割ぐらいですね騙されるんですよ。え、どういうことですか。もちろんお父さんの会社継ぐとかお父さんが経営者だったり病院持ってたりすると教えてもらえたりするんですけど、僕何のバックグラウンドもない人間だったので、うん、基本的に、まあ、もちろん広告代理店さんだったりとか、うん、あと人材紹介会社さんだったりとか開業のいわゆる土地開発系の人からもう大体もう1億とかぶっこ抜かれたりする先生もいますよ。中間手数料でめっちゃ持ってかれるんですよ。トータル開業するためにいくらぐらいかかるんですか。自分でやれば2,3,000万。2,3,000万、はい、でも M3 に頼むと名前出た1億はまあいきますね。なるほどなるほど、はい、そういう支援もやってるんですね。 M3 は M3 はすごいことやってますね、うん、手数料としてじゃあ数千万から1億ぐらいぶっこ抜かれてる、うん、ぶっこ抜かれますね。やば。 M3 はもう全てのコミッションポイントでコストです。今はご自身で送信を運営されてるってことですね。そうですね、今は送信クリニック開業医ってことですね、うん、そうですね、一応開業医の末端の方ですけど、うん、やらせていただいてますね。今何店舗あるんですか。今ですね、新宿渋谷銀座で今3店舗でやらせていただいてますね。いい土地に3店舗あって、うん、いやいやいや、はいはい、一般的な自由診療 ×3 で思っておいていいですか。いやうちはですね、この中でやっぱり患者さんがちょっと減ってしまったのもあって、うん、今こう貢献できることないかなと思ってコロナの PCR 検査もしてるんですけど、うん、まあ、そちらの売り上げも少しあるので、うん、それでまあだから一般的な美容クリニック3院ぐらいだと想像していただければと思います。だから6から10億ぐらいみたいな。6から10億。具体的な額言うなPCR 検査って儲かるんですよね。 PCR 検査は儲かりますね、うん、PCR 検査はぶっちゃけ損してる人誰もいないから、はい、別になんか儲かってても別に誰も文句言わないと思うんですけど、うん、確かにやっぱり海外渡航に行く前のビジネスマンの方が多くて、うん、それいいっすね、はい、いいっすね。僕ら絶対できないんでね。いやいや、最速プランっていうのが我々の独自性でして、まあ、40分で検査しますよっていう風に、うん、もうかなり後からの参入だったので、うん、もうあの妹の西村さんがもう最高のシェアを誇ってまして、だいたい西村さんは1日売り上げ1億円ぐらいです、うん、そんなに今お伺いした額あって何に使うんですか、はいはい、お医者さんの方って、金の使用方法。お金の使用方法です。やっぱ遊び散らかしてるんですか。いやいや、僕は結構遊ぶのが下手な方だと思うんですけど、うん、やっぱり知り合いの先生とかと飲みに連れてってもらうと、うん、1日40万とか使ってる先生は多いかもしれないですね。はい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 、じゃあどこで使うの。確かに、まあ、大体銀座か六本木のクラブに生息してる気がしますね。クラブっていうのは踊る方のクラブ、はい、踊る方ではなくて女の子はつく方のクラブ、はい、そうです。でそれをもう全然オープンな先生が多いです。
キャバクラ行ってみますみたいな感じのフランクな美容クリニック系の人が多いイメージありますね。でなんで隠すのみたいな。はいはいはい。客の仕入れだよ。そうそうそういう感じの明らかに先生が多いので。野暮な質問かもしれないですけど、はい、お医者さんっていわゆるコロナ注意しなきゃ特に行けないエリア、うん、要は水商売系のところってよく言われるじゃないですか。うん、確かに。そういうのってお医者さんって人一倍気をつけてるって勝手に思ってたんですけど。ドクターの方が気を使っているかっていうところですよね。うん、僕はやっぱりその会食とかは基本的にまあ離れたところで食べれたり、こうガラスがあるようなところで食べるようにまあもちろん気を使ってますね。綺麗な回答ですね。前置き笑いがすごいんだよな。僕はっていう前置きと含み笑いとってことは、うん、お察しっていうことですね。お金を使い道ってところで、はいはい、もちろんそのプライベートな部分っていうのも聞きたかったんですけど、はい、今じゃあ6から10億とかあって売り上げが、例えば経費差っ引いたとしても結構手残りするわけじゃないですか。全部役員報酬っていうか報酬としてもらうのって非効率だなと思って。そうですよね。残った分何に使うんですか。確かに本当ですね。なんか今後の展望とかなんか考えてないですか。お金を使い道とか。そうですね。来年度その15店舗にしたいなっていうふうに構想を練ってまして、はいはい、今3ですよね。今3なんですけど、うん、痩せれる方法が大体分かってきたので、うん、ドクターの先生とかは今常勤で増やしていますというところなので、まあ、あとはもうドクターが見つかって教育していければ15店舗ぐらいいけるんじゃないかなと思って、うんうん、すごっ。そこに全部投下しようかなっていうふうに思ってます、ね、あ、なるほど。だから求人募集したいっていうお話を今回、はい、そうなんですよ。それはでもドクターの求人募集じゃないですよね。ドクターの求人募集はめっちゃしたいですでも多分そんなに来ないんじゃないかなドクターは、まあまあ、一応それも募集ということで、はい、一応ドクターも募集ですね、はい、一緒にファイアしたい方募集中でございます、はいはい、他どういう人が欲しいんですか、はい。やっぱりですね、もう今の時代はもうマーケティングが一番大事なので、だから本当にもう株元さんとか上本さんみたいなマーケターのトップの方が年収 2,3,000 万とかで来てくれないかなっていう。マーケティングが得意な人をもう CMO として、あ、なるほど、フルコミットで1年間だけとかぜひちょっと一瞬だけ腰を据えてもらえないかなっていう。なるほど。でも 2,3,000 万、いや、そうですね、でもそれ以上の価値あるんじゃないですかね。なるほど。マーケターの設計ができる方ってあんまりいらっしゃいませんよね。なるほど。それちょっと俺やりたいな。いや、今この話初めて聞いたんですけど、その 2,3,000 万の人が入るか、僕が 5,600 万の若手を使い倒して僕の指示通り手足として動かして、どっちがパフォーマンス出るかなって今ちょっと今計算してるなのでちょっとその、ね、募集に関してはちょっと別途またお打ち合わせと、うん、弊社側とも、はい、他はこういう人が欲しいとかあります、まあ、結構見てるのが若手層とかなんですけど、うん、若手はあんまり必要ないですか。やっぱり結局その頭脳になる人と若手の数ですよね、うん、組んで KPI 達成できるようにスケジュール区切ってやっていけて、うん、まあ、あと結局リスティングとか FBIG の運用ってもう体力勝負かなっていうところもちょっと感じていて、フルコミットしてもうずっとベタ張りでやってくれるような若手のもうエネルギーが有り余ってる22から28ぐらいの方ですかね、うん、がまあ本当3人ぐらいの募集中、急募ですね。で全然経験がなくてもちょっと一緒に、僕も勉強中なので勉強していけるようなインターンの方からこのベンチャー企業に来たいみたいな感じの方募集中ですね。15店舗に増やす上でマーケを担当してくれる、はい、まあ、それこそ責任者とあと実動の人たちと、はい、っていうのを欲しいってことですよね。欲しいですね、マーケティングの方、まあ、結構おもろそうというか、はい、おもろいよ。リアル店舗マーケができるっていうのと、やっぱ全国展開していくにあたって、うん、だって結構予算もかけられるんですよね。そうですね、もう予算は来期は10億ぐらい資金調達して全部いこうかなと。それ広告で自分たちの差配でも割と使えるようになるってことですよね、はい、広告も現在広告費が2800万ぐらいなんですよ。月ですか。月でこれちょっとね、これいやいやいや大丈夫かな。いや、でもいや、なんかやっぱそういう額をこう動かせる経験だったりとかってすごい魅力的だなって思ったっていう、ただそれだけの話なんですけど、ね、すげえなと。確かにそういう美容クリニックのでかいとこ運用できるっていうのは魅力的な経験なんじゃないかなと思いますね。あと もちろんこのブランディングですね。僕の YouTube とかもぜひやってほしいなっていう。ファイヤーってファイヤーってやってるんですけどファイヤー委員長、これが当たるのかっていうところも精査させていただいてしてほしいなっていう。多分やめた方がいいよみたいな。ちょっと冗談ですけど、すいません、はい、ということで概要欄に応募リンク貼っておきますのでお待ちしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。